沖縄の皆さん本土からごめんなさい。名護市辺野古の新基地建設に対する抗議行動を嘲笑した広幸、西村広幸氏の言動を受け、RKB 毎日放送福岡市の解説委員を務める神戸、神戸金氏さん55が11日、同局のラジオ番組で米軍基地の集中や沖縄戦、琉球王国時代の武力による併合などに触れ、ごめんなさいと発言し反響を呼んでいる。番組内で神戸さんはネットでの議論が抗議の背景にある基地問題ではなく言葉の定義などに集中する状況を不毛と指摘。米軍基地の集中による事件、事故が繰り返される中、新たな負担となる新基地への抗議を嘲笑う言論を反対をしている人がいることは示しておく必要があり、それを揶揄するのは無神経だと批判し、歴史を踏まえ沖縄の皆さんに本土からごめんなさいと20分間の放送で何度も発言した。視聴者からは、自分がいかに沖縄のことを知らず生きてきたか恥ずかしくなった、日本復帰前の沖縄でお前ら大和の人間に沖縄の何がわかるかと言われたことが今も胸に刺さっているとのメールが届いた。神戸さんは沖縄タイムスの取材に応じ、学生時代に歴史を学ぶ立場から沖縄を知り、毎日新聞の記者時代に沖縄で取材をした経験を踏まえ、見て見ぬふりはできなかったと明かした。番組の最後に放送した中島みゆきさんの楽曲に触れ、ファイト、戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろうという歌詞と同じ気持ちですと語った。放送の内容は記事化され、ヤフーニュースでも配信されている社会部メカル一徹。